ここは玄関入り口でホテルの入り口になります。こちらの方で外履きとスリッパに履き替えてもらいます。要は外と内を区別するということで、土足では中に入らないというふうにして、別の空間ですよというイメージをしていますね。で入るとすぐに、民家風の、要するにホテルじゃなくて民家という感じ、要するに安らぎの場を提供するということでこういう作りにしてありますね、はい、でこの木は今から300年は古い民家から持ってきたものですけれども、こういうふうに代々つないで木と一緒に生きるということをイメージしてありますね。でこの囲炉裏は古い作りの囲炉裏ですけれども、濃い、要するに火事ですね、火事を防止するという意味で魚とか水に携わったものを、セットアップすることで防火の意識を、そして火を暖を取るということですね。それで囲炉裏を覚えてその温かみを表現しています。でここにあるのは火鉢ですね。それから、ごとくというふうに、ね、この砂の文様できるようになってますけども、でここにはその炭、まだ使わない炭とか焼いた魚を置くとかそういうことを使いますね。でこれはドラというものなんですけど、おかんきです。で昔はこの周りにね、皆さんで座ってここにお調子を入れて、この炭火で温まったおかんしたお酒を飲むというのが団らんの基本だったんですよ。だから、お茶じゃなくてお酒が出てくると秋田の文化だったんですね。でそういう言われでこの地域で作られているシャラワ焼きというものを、皆さんでこう作ってくれたね。これは千葉で有毛さんとか作ってくれたなんですけども、こちらはグイ飲みお酒飲みよう、こちらはお茶飲みようですけど、こんな大きいコーヒーカップも作るぐらいコーヒーも好きなんですね。これはもう漬物を入れたりする壺なんですけど、こういうものも作ってくれ、復元されたものですね。江戸時代の釜が復元されたものなんですね。でこういうふうにの、伝統を守るということもこの木とかこういう作りにあやかって作ってあります。でここにあるのが、まあ、このアジサイの、これブリザードフラワーという加工方法なんですけど、ここ玉アジサイなんですね。こうパラパラっていうアジサイではなくて玉アジサイなので、これを一回脱色しまして、アルコール脱色をして殺菌をして、で中の水分を全部抜いちゃってフリーズドライにした、それから着色するんですね。で、この色はもう半永久的に使えるので、このまんまコーティングするとブローチになったりイヤリングになったり、あるいはサインを作ったりということが、レースを作ったりすることができます。で隣にあるこれは数年前にカナダ行った時にカナダのインディアンたちが作ってるものを、注文して作ってもらったんですね。ここに8体ありますけどもね、はい、そうなんです、何気なくありますけど全部顔が違うんですよ、はい。まあ、白樺に似た木がありましてですね、掘りやすいんですね。でこれは何かご存知かな、え何でしょう、何だと思いますか。ここの建物にちなんだものですよ。モリボにちなんだものです。モリボの実じゃない、松ぼっくり、世界最大の松ぼっくりです。ロッキー山脈の、うん、でこの中に入るのが松の実ですね。それを今大体リーズで食べてますけど、それも松ぼっくり痛いですよ。これものすごく人が触れないくらいになってて、で建物のこちらの奥の方が寝室、1階と2階と10室ございまして、で、右奥の方はペット用に3室、ペットで一緒に泊まれる宿ということをやってますね。で午前中見た離れの、いらっしゃいませ、離れの方にある赤松さんのミジャーなんかもペットで一緒に泊まれる宿ということで、要するに好評いてますね。で部屋には番号と同時に部屋の名前がついているので、味気なくないようにしてます、はい、で名盤もみんなね木を使ってあったかみを合わせようということで、でこちらの方この左側に行きますと温泉に行く通路になる渡り廊下になるんですけども、声が聞こえない、はい、近くないと声が聞こえないから、こちらの方は温泉の入り口になって渡り廊下になるんですけどもね、こちらの方、ホットスパって書いてますけど、こ
ここにはいろんなコレクションを展示するスペースにしてあるんですね。今はコウノトリの写真と、それからコウノトリが住んでいるベラルーシの画家が描いた絵と飾ってますけどもね。いらっしゃい、ごちそうさまです。ありがとうございました。でこちらの方はやっぱりそのコウノトリのそばで作っている民芸品ですね。これはキビカラ細工です。これは向こうのフクロウですね。フクロウ、フクロウは迷える人たちを救うという言われのある鳥で、とても向こうの方では森が大きいものですから、森をから子どもたちを守るという意味でよく使われている鳥ですね。これは一番有名なコミンテルンの第1回会議やったミンスクにある教会のシンボルのコレクションですね。これは今チェルノブイリでいなくなった村の中にある昔、高架水槽、水槽があったところにこの手は巣を組んでいるんですね。もう主がいなくなったところにもこの手で生き続けている。で同じくその村のあるところでこの手は横断するね、人と一緒にこんな近距離に住んでいる、でここ羽ばたいているところで草原で羽ばたいているところ、これもやはりその廃墟になったところのこの手の巣ですね。核の灰ではなく太陽の光をください。雲一つない青空のもと鶴は鳴くのです。春になって大地に生きる子どもたちに折り鶴が希望を運んできました。で平子さんが書いた歌がこうやってあるんですね。これは広島で被爆者小学6年生の時の歌をここに寄せてあるんです。だから広島があったのになんでチェルノブイリが起きたので、なんで福島が起きたのっていうことを訴えたくてここに飾ってある。ここ読む人もありいないですけどね、でこれはこういうふうにベラルーシっていうのはとても放牧が有名なので、その放牧一緒に牛とここに住んでますよということでね。うめき声もさびき声も聞こえず疲れ切った羽ばたきの音がするだけ、コウノトリは悲しみを運ぶ、見えない花の影のような悲しみを、というふうにチェルノブイリのコウノトリという本から引っ張ったものをぶつけてあるんですね。これはその病院で被爆した子どもたちがペインティングして作ったものを焼いてもらったんですよ。でこれはもう最後の絵になるんですけど、これ十字架なんですね。向こうのオーソドックスの宗教なので、十字架はこの村に人が住んでいた時に村から放射能が消えるように祈って建てられた。しかしそのすぐ後村人は強制避難させられた。ナロジチ地区というウクライナの村なんですね。だからそういう願いがなかなか届かないというので願いを叶う木を庭につけてあるんです。そういうストーリーが変わるわけですよね。なるほど。こちらの方はこの辺ですけどもね、こういうふうにコタツを用意してあるので、あと漫画本だとか、あそこに枕が2つあるんですけど、あれ去年一昨日来た高校の留学生がプレゼントしてくれたものなんです。でここは今休んでますけど20時間バーなんですね。だから20時間車の運転手をここにして外を見ながら花瓶にして泊まることができるということで、バッカヤードで軽食と飲み物を出すようにしてやったんです。今コロナでお休み中です。で冬が終わるとね、ここでグランドゴルフのプレーが見れるので、しない人たちはここで風呂に入って回っているという形でこのローテーションを楽しんでおられます。ここからも外が出れるようになっているので、ここから花火が見えましたっけ？見えます。ここ見えるけど屋根があるので、その屋根で半分消えちゃうので、なるほど。だから渡り廊下しかないんですよ。そうなんです、ね。昨日ね外れちゃった。どうしました？失礼します。あ、ちょうどいい時にバスが来ましたけど、このバスは大曲がり、最寄りの駅、大曲がりのバスター、駅のバスターミナルから、山荘までは直通バスですね。1日6便走ってます。で、コミュニティバスなので、乗客がいてもなくてもここ来るわけですから、今度こういうものをご利用してですね、ここにお風呂に来ることも可能ですね。はい、で、こちらの方がフロントになりまして、
フロントの真ん前に一番先に森本の里実学大学大学で書いてますが、これは私のなぜここの大酸素を経営しているかっていうことに至った経緯を教える実学ですぐ使えるものを教えるということになっています。で今日は直売しているのがクジラ肉とカリン島とありますけれども、このクジラ肉は昔捕鯨が盛んだった頃、この辺の次男坊三男坊たちはみんな船に行ったんです。南洋北洋のクジラ取りに。でクジラ5年が経つぐらい、5年勤めると一軒のうちが経つぐらい儲かったんです。でクジラはご存知の通りこういう肉で食べますけども、油で石鹸を作ったり、その戦後は必需品だったんですね。そういうものを思い出して、またクジラさんという名前のメーカーさんが缶詰作り出したんで、懐かしいっていうものでこう売ってるんですけどね。でカレントは今も70、80のおじいさんおばあさんが2人で作ってる混ざり気のないカレントで、とても有名なんですよ。でこれあまり売ってないんですけども、特に頼んで、ニカホっていう秋田の南の方ですよね、でお作りになっているものをこうやって扱っています。あとこの日は被害者の関連会社が作っているフリーズドライの納豆ですね。気軽に食べれるスナック納豆なので、外国人でも気軽に食べれるということで、とても好評を得ているものですね。あと地元の蜂蜜。これはもう一番先に言わなきゃいけなかったんだけど、人間の体の体重の8割は水ということで、水の中で大事なのは水分、塩分ですね。で塩分がないと人間死んじゃうもんだから、取りすぎても困る。で塩分って塩なんですね。塩化ナトリウム、食塩ではないんです。でこれを一番最初に私仕事始めた時に作って、塩を、海の塩を提供することで健康を取り戻そうということを始めた時のお塩です。これは一番先に皆さんに紹介したいなかったですね。でこのうどんは秋田の江戸時代から伝わるお武家さんが、戦いないのでみんなで産業を起こしましょうというんで、そのうどんを作り出したことが言われて、手作りの手内うどんですよね。こうやって縄々みたいに作るうどんができてます。で弊社では、最近酒粕ね、うちの作ってるお酒の酒粕と練り混ぜたみんなにうどんを発売しております。こちらの今言ったそのお酒っ子っていうオリジナルのね、生酢純米原酒無調整っていうお酒です。でこれは一般販売してないので、こちらの方にご注文いただければお買い求めできるということになっています。そして人間はずっと戦争前までは玄米を食べていたのでね、そういう玄米を普通の炊飯器で炊いて健康を取り戻そうというので作ったものが、そのギャバライス小町という、普通の炊飯器でね炊けて気軽に健康な体を取れるということで、根強いファンがありますね。ということで作っていますね。でこれはもう秋田は木の国なので、木で作った、壺押しですね。裏にこういろ使い方が書いてますけども、踏みでもいいし、腰に当ててもいいし、肩でもいいし、足踏みやってもいいという形で作っていますね。それがビジネスのものですよ。で、先ほど今忘れましたけど、納豆はね、賢い大人のつまみ、おやすみ納豆ですね。納豆は夜食べる時代ですということで、新しい提案をさせていただきますね。晩酌にぴったりなんですね。そうですね。まあ日中ね、運転の時でも構いませんけどね。ここにある傘が、僕は40年間使った傘で、もういろいろ役目を終えたので飾っています。40年ですね。はい、でこれはまな板、皆さん今プラスチックのまな板使っていると思うんですけど、プラスチックのものだったら結構雑菌が多いってご存知ですかね。なかなかネット消毒でも言えないんですが、ここにあるのは胃腸の毛で作ったまな板で、胃腸は殺菌力が優れてるので殺菌つかないんですね。ですから、まあ、できればこれを使いただいた方が食の安全にはいいですよということで提案させていただきますね。はい、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。このテーブルあっちにもこっちにもありますけど、これは秋田市の一本物をこうスライスして2つ分けたんですけどね。こういうのも欲しい人には売ります、これも。ね、値段は決めてませんけど、大体まず安くて100万ですね。ちょっと値段150万ぐらい、ちょうど150万ぐらいしますけど、そういうやつで、まあ、作れば作れるのでね、そういうことも秋田の産業にしたいなと思っています。
あとまあ今日はあの食堂でお立ち入れなかったんですけど、2050年まで CO2 削減ゼロにしようという政府報告がありましたけど、そういうものを見越して作ったものはこの木の容器なんですね。こういうものをコンビニとかスーパーマーケットの今のプラスチックから変えようというので、こういうトレイを全部開発していますね。これ薄く切ったこういうような板をですねプレスして、でそれをもう再利用できるようにしてます。だから今はこの技術は不思議があってもねできるっていう技術まで紹介したんですね。これはバーナーボイルじゃなくて繰り返し使えるというトレイで、今この修正材ね、切っときと貼り合わせたものでもこういうふうに作れるようになった。一枚物です、一枚物。今日は手に取ってください。こういうものができるようになったんです。軽くて。そうです。発泡スチロールと同じぐらいの軽さで。そうですね。そうです。これもだいたい20年ぐらい研究してできたものなんですね。だから朝見たあの秋田杉を活用してこういう商品もできて、リサイクルもできるし、要するに燃やしてもあの汚れないっていう、空気が汚れないという、焚き火と同じですからね、そういうものを作り上げて、まずここを中心にして普及していこうという作戦ですね。まあ、こういうふうに蓋付きのものまでできると。こういうふうに蓋付きのものまでできる。本当に薄い。そうですよ。こういうふうに使うということですね。これご飯をね入れたり、お漬物を入れたり、それで使ってもらおうかなというふうにしてますね。でここにあるのがそれを作るコレクション創作ですね。子どもたちとか、あのおじいちゃんおばあちゃんの暇な時にこれを組み立てて使ってもらおうかなというので、こういう部品を作ってる、こういうこともやってるんですね。これは自分でマイカップを作る時にこういうような素材がありますのでね、ここにこう当てて、くるっとこう巻くという。こういう代物ですね。あとはここをのり付けして、おしまいという形で作れる。あとまあ名前書いてもいいし、色をつけてもいいし、でこれで自分のマイカップができますよという形ですね。もう金属も何も使わないでできる。木の感触ですか。薄くて。うん。こういうふうにね、気軽にサラダを入れたり、ね、ちょっとした果物を入れたりで使ってほしいなっていうので。ピクニックとかに。そうですね。まあ、そのまま燃やせるしね、害になりませんので、そうですね、はい、そういう提案をしてございます。